みなさんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。TBSK、CDTV ライブ、ライブ、次回24日放送2時間半スペシャル、午後6時30分、の出演アーティスト9組と歌唱曲が発表された。写真、TBSK、音楽の日、出演者第2弾も発表21日に日本デビューする韓国の5人組ガールズグループ。NewJeans は、日本デビュー曲、 スーパーナチュラルを出張ライブ。ライブ、で披露、キャッチーなメロディーとパフォーマンスで話題の楽曲をフルサイズで歌唱する。A、グループは、メンバーの正門よしのりがレギュラー出演している情報番組、サタデープラスのテーマソングにも採用されたプラス U をテレビ初パフォーマンスする。グローバルボーイズグループ、NCT の最後のグループとして2月に正式デビューした NCT ウィッシュは、 日本セカンドシングル「ソングバードを世界初披露へ桜坂46は東京ドーム 2Days で11万人の大観衆を沸かせた新曲「自業自得」をテレビ初歌唱 AKB48 は次世代エースの17期生佐藤棋聖佐藤愛理が初の単独センターを務める新曲「恋つんじゃった」を初解禁テレビ初披露する INI は今月末にリリースする6ススシングルザフレームのタイトル曲、ラウドを t k f r o m l としてしぐれはアニメ、僕のヒーローアカデミア第7期のオープニング主題歌、垂れ固めをそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。HY は4年に一度のウルード氏と結成25年のアニバーサリーイヤーが重なる今年楽曲タイトルにちなんでリリースした366日オフィシャルデュエットバージョン。 おマルシーはストレートなラブバラードで Z 世代を中心に人気のラブソングを披露する CDTV ライブライブ出演アーティスト楽曲一覧 INI ラウド AKB48 こいつんじゃった HY366 日オフィシャルデュエットバージョン A グループプラス u n c t w i s h s o n g ー i r d 櫻坂46自業自得 TK フロム凛としてしぐれ、たれがため、ニュージーンズ、スーパーナチュラル、マルシー、ラブソング、50音順。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。